今日は Uber Eats の配達バッグ、これですね。これの中身と配達するにあたって必ず持っているもの紹介したいと思います。結構大きいですね。私はあえてかっこいいんで Uber Eats っていう文字が入ってるものを選びました。なんか入ってないものもあるみたいです。中開けていくとこうですね。なんかもうとにかく使ってて分かるのが保温性がやっぱりすごい。家にもね保温バッグいろいろあるんですけど、もうさすがですね Uber Eats。 もう冷たいものはもうとにかく冷たく、あったかいものはとにかくあったかいまま保温できます。でこれなんかこれ可動式になってるんですけど、まあ自由自在で自分の好みで仕切りとして使えるみたいなんですが、私は常にこの形で使ってます。こうですね、ここだけ三角にして使ってます。で結構バッグ大きいんでこういう風に仕切っても結構ここにお弁当もたくさん入るし、こっちはだいたいドリンクとか入れてますね。こっち側にドリンク入れるとちょうど倒れないようになってます。で大体あったかいものはこっちで、冷たいものはこっちって感じですかね。まあ、冷たいものはね、ドリンク系しかほとんどないんで、大体こういう風に細長くしとくのがベストですかね。まあ、まず倒れないようにするのが一番。で、お弁当だったりね、配達のものをここに入れると、やっぱりどうしても隙間ができちゃうと思うんですけど、そのまま配達するとお弁当寄っちゃったり汁が漏れたりしてしまうので、ここにね家のタオルがあるんですけど、これを一緒に配達中持っていきます。お弁当を入れたらだいたいそこにできた隙間にこうタオルを敷き詰めていく感じ、敷き詰めていってお弁当だったりドリンクだったりを固定させます。はい、次は常に持ってるものを紹介したいと思います。まず水、これからの季節は絶対必要で、私ぬるい水がすごい飲めないんで、だいたいこれ冷凍庫でこのまま凍らせて持ってっちゃいます。配達中にね溶けるんで冷たい水飲めます。それでモバイルバッテリーです。携帯常につけとく状態なので、やっぱね1日やってると充電持たないんで、これは絶対ないと厳しい。次はイヤホンです。注文の音入ったりナビの音声聞きながら自転車運転するので、まあ、携帯見ずにこのナビの音声だけイヤホンで拾って、配達してます。で肝心なのは携帯、これないとそもそもできないですからね。ということで今日は Uber Eats の荷物に関する情報でした。これから Uber Eats やられる方は参考にしてもらったらありがたいです。それじゃあバイバーイ。